今日のゲストは気をつけた方がいいよ。本当に乱暴者だから。怖い。あの村一番の暴れ者だから。紹介の仕方とかでも多分テンション変わるんで。それでは森本の方から今日のゲスト紹介してください。はい、今日のゲストはピエール滝さんでございます。どうも。よろしくお願いします。ほらやめてください。何が気に入らなかったってやめてくださいもう。匂いつけからね。あ、まずね、匂いつけから、ね。ここは俺の場所だと。ピエール滝っていうのは分かるの？ポンキッキー。ああ、ポンキッキーの人。だ紹介するときその時はポンキッキーでおなじみのピエール滝さんって言わないと。言わないと。言わないと。ガチャピンことって言わないと。ガチャピンじゃねえだろ。この番組はエンターブレイン任天堂と最近人に言われるもん、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。任天堂オールスターがゲームキューブで大乱闘。新しい技、新しいキャラクター、新しいアイテム、逆転に次ぐ大逆転。バトルの数だけドラマがある。任天堂ゲームキューブ大乱闘スマッシュブラザーズデラックス。ゲームキューブ。華麗さこそが戦いの美学。 2D 対戦格闘の最高傑作がプレイステーション2でさらにパワーアップ。ユーティーギアゼクスプラス。あの熱き魂を呼び覚ませ。 2D 対戦格闘の最高傑作がプレイステーション2でさらにパワーアップ。ユーティーギアゼクスプラス。何から聞いていく？そうですね、はい、心に残るソフトベスト5を。心に残るソフトベスト5、まあ、ドラクエ。ドラクエやった？ドラクエやったよ。どれぐらいやった？ドラクエ2のやりすぎで専門学校退学になった。ああ、そうするとその時は職業欄にドラクエってことですよね。ドラクエってこと。専門学校だった学生だったのが、うん、ドラクエになったわけですよ。2だからね、しかもドラクエ2になってたんだよ。最後のなんかダンジョンのこう上2つ行って右3つみたいなとこあるじゃん。あの辺が分かんなくてね、あの頃は多少の分かんないは投げ出さなかったから、うんうん、ずっとやってましたからね、うん、あとあの呪文、復活の呪文ね。ああ、決戦メドとかとか。そうもうそんな時代知らないでしょ。知らないでしょ。ギヌラテとかいろいろ書いて原稿用紙半分から1枚ぐらいのパスワードを書かなきゃ続きができないの。すっごい長いですよね。何回で言って一文字間違えても復活の呪文が違いますって書かれてやれないの、ね、いやめんどくさー。そりゃ学校もやめるよね、うん、それで何度も行ったり来たり行ったり来たりしてね。うん、生涯で一番ひらがな書いた頃だもんね。そうだね、一番書いた。そうだね。ドラクエ以外だと、ドラクエ以外のベスト5。ベスト5そうね、ファミスタ。当時の野球ゲームは、ファミスタ以外の野球ゲームは野球ができなかったんだよ。どういうこと例えばモエロプロ野球みたいにホーナーがバット当たったらもうホームランみたいなのだったから、こうリアルな野球の駆け引きができなかった。それが初めてできたのがファミスタだったから、もう野球部を卒業した後だから、うん、その野球のゲームの面白さをファミスタでこう疑似プレイしたわけ。ファミスタ一番やったの何の頃かな。西武球場イベントやった頃じゃないの？2人で何でもいいから、こう当時バブルですよ、イベントに予算がある、何やるって話になって、本当のプロ野球 の、その大きなこう電光掲示板あるんです、はい、ジャイアンツの球場にちゃんとそのスコアの上のところに大きなモニターがあるんですか、はい、あれでファミスタやりたいですって。それがもう通っちゃったんですか、うん、やったんですか、うん、あんま面白くなかった、うん、でしかもね、そこでファミスタやりたいって言ったんだけど、番組がラジオなんだよ、うん、ラジオ伝わらない見えないみたいな、うん、そんなことやったところで何だって分かんのよ。意味あんのかって満足したの自分たちで。俺たちだってあの企画通っちゃった時に通っちゃったっつって、うん、どうするみたいな、ね、でテンション上がって、うん、すっぱだかになって、うん、で、西武球場の芝に絵をゴシゴシこすりつけて、この番組二度と西武球場は使えなくなったんだよね。当時のライオンの秋山の守備位置ぐらいまで走って、そう、ね、うん、ゴシゴシしましたから、うん、秋山がホームランボールをこうもぎ取ったその同じところにゴシゴシやってきた。ゴシ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 
ラキヤマのそのファインプレーの映像が出るたびに俺はそれゴシゴシやったぞ。俺のももぎ取ってみろよ。君も正義の味方になれる。この後ソニーコンピューターエンターテインメントが放つ話題の特撮ヒーロー体験ゲーム、その名も正義の味方。プレイヤーがまさしく特撮ヒーローになりきり次々と事件を解決する新感覚のリアルタイムアドベンチャーである。ゲームウェーブはこのソフトの発売に先駆け、大胆にもテレビ史上初ゲームソフトのバーチャルドラマ化を実現した。それが愛と勇気の特撮アクション巨編、正義の味方実写版、超人間ヤマーマン。しかしこうして3人で楽しくバッティングセンターなんかに来るのは久しぶりのことだな。そうね、私も中学校の時にお父さんに連れてってもらった以来かな。でもちゃんと打てるかしら。大丈夫だよ、さやかちゃん。俺高校と中学で野球やってるから俺が教えてあげるよ。おお、それは奇遇だな。いやね、私もね高校時代は野球部でちょっと鳴らしたんだよ。父さんも教えてあげるよ。そうだ、それじゃあ今日3人でホームラン競争なんてやってみないか。おお、いいですよ。おやさん、俺負けませんからね。うわー、楽しい。ひろなりさん、私にもバッティング教えてね。なんだ、さやかは父さんのコーチよりもひろなり君のコーチを受けたいというわけか。いや、もうやだ父さんたら。いや、そのな、子も若いんだから、俺のバッティングコーチだけは勘弁して。何言ってんの。バッティングセンターに猛毒を吐き散らす怪人が現れた。なんだって。ゲネゲネ菌を撒いて東京中を破壊してやる。わあ、やれ、やっちまえ。やめろゲネス、そんなものを撒いたら東京中が大変なことになってしまう。こんな時ヤマーマンがいてくれたらな。俺助けを抜きます。ヒロナリ君、ヒロナリ君、ヒロナリさん、クソゲネス。このままでは東京が危ない。一刻も早くゲネゲネ菌を退治しなければ。お前たち、もう許さん。ヤマーマンが来てくれたよ。クールクールと冷たい時代をホットなソウルで熱くする超人間ヤマーマン。しゃあ、こうなったら勝負だ。魔毒除去大作戦。ヤクストラコード、タコトキスランチュー。ちょっとドローンとしている。今日ドローンとしてますよ。パク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 、ドンドンドン。ここですよ、ここですよ。おやつヤマーマンの体には今ゲネゲネ菌が6個ついています。菌が確かに欲しいね。いや、分かるでしょ。あのマシンから来る剛速球で全て破壊してくれます。なんだって。一回でも失敗するとどんどんと球は速くなってきます。これを5本、それだけ剛速球でだと。よっしゃ、望むところだ。よし、来い。まずは球速100キロからスタート。さあ、狙いは何番。4番だ。お、4番で、4番でいってください。よっしゃ。3 2 1 0。次は何番。よし、次はここの何番か分からない。1番だ。2番で行ってやる。2枚抜きですか。おお、2枚抜き。大丈夫か。3 2 1
恐るべしヤマーマン、2回連続で成功。その決定的瞬間をスーパースローでもう一度。なんと自ら剛速球にアタック。さすが正義の味方。あマーマン、次は何番だ。軽くもこれ一丁。2番ですね、2番ですね。2番、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 うん、やった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 よしどうだマーマンかっこいいマーマンかっこいいかっこいいなかなかやるなしかしまだまだ大変だぞお前のケツにはまだ6番があるんだ確かにそう一番危険なのはここどうするヤマーマンよし来いヤマーマンそれはそれは危険だヤマーマンヤマーマンそれは危険だボールが見えないじゃないですかヤマーマン惜しい風がやっちゃったヤマーマン痛い危うしヤマーマンこのままでは男性器を失ってしまうそこでスピードアップを条件に6番を外し残りの3番5番に挑む来い球速は120キロ果たしてヤマーマンの運命はどうすごいおーなかなかやるねヤマーマンヤマーマンなんで喜んでないんですかヤマーマンなんで喜んでないんですか言ったんですよヤマーマン言ったんですよ生きてきなかった生きてきなかったああ息ですか3番終わった残すは5番のみだが球速も140キロにアップ失敗すれば東京は壊滅人々の祈りを胸に最後の試練に挑む来い頑張れやったーヤマーマンすごいヤマーマンすごいすごいでも痛そうだよヤマーマン何でヤマーマン喜ぶ喜んでる今ヤマーマンああちょっと待ってヤマーマンいや今のヤマーマンですか変身前のパスみたいな泣いてますよね汗にも呆れてヤマーマンさん泣いてますよね涙も出るよヤマーマンさんなんで逆切れ逆切れなのさヤマーマンさん本当に出んだから不審の予定がねその男性の裏の方に当たってんだからあ僕もそうじゃないかなっていうのを 見えたんですけどでもよかったよ、はい、ね、はい、東京が救われたよかったでしょなんで決めてるんですかいいでしょないよかけねずじゃないですかそうだけどいいでしょって今日は、はいはい、いいです満足してね満足しましたいいもの見ましたんでオッケーいやテレビの前のみんな元気この番組のオリジナル正義の味方はとうとう明日発売みんな買ってくれよそうこの番組の原作「正義の味方」はいよいよ明日11月15日発売君自身が特撮ヒーロー番組の主役となって悪の組織ゲネスと戦うことができるのだ高視聴率を稼ぎ番組を続けられるかどうかは全て君の活躍にかかっている戦闘シーンは反射神経がものを言うコマンド入力タイプストーリーが進めば必殺技も生まれバトルもさらにエスカレートこの白熱のバトルを君自身が演じられるアドベンチャーアクションなのだ君は正義のヒーローを演じ切ることができるのかゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス今週のトピックスはこの3つまずは日米韓プロ野球創作発表会から先日行われた日米韓プロ野球ファイナルリーグの制作発表会プロ野球選手解説を担当したタレントが勢揃い VTR で登場した伊集院も解説を担当しているぞ日本のプロ野球選手とメジャー在籍選手の対戦が実現するこのゲーム新庄選手やイチロー選手ももちろん登場日米合同のドリームチームも作れちゃう夢の野球ゲームだぞこのゲームですね野球を全く知らない人から本当に野球マニアだぞっていう人まで幅広く楽しんでいただける野球ゲームにね仕上がってると思います続いてクリスマスはブラボーミュージック
クラシックの指揮者気分が味わえるブラボーミュージックの最新作がこちら。本番1ヶ月前に発売されるこのソフトには全6曲のクリスマスソングが収録。テンポよくボタンを押していき、一足早くクリスマス気分を味わおう。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は人気シリーズの最新作が登場。まずは競走馬育成シミュレーション、実名実況競馬ドリームクラシックの最新作。例の彼氏と続いてあのシーマンがさらなる進化を遂げ PS2 に登場。急に冷たくなってる。本作にはシーウーマンなる新キャラも登場するのだ。2通りいるのよ。あのウィザードリーをベースにしたソフト武神がこちら。新女神転生シリーズの岡田浩二さんが手掛ける RPG なのだ。新宿歌舞伎町を舞台にしたガンシューティングゲームザ・夜殺館。別売りのキャプチャーアイでさらなる臨場感が味わえるぞ。お次の FIFA2002 ロードトゥー FIFA ワールドカップは世界で唯一の FIFA 公認サッカーゲームなのだ。最後はアーケードで人気のパワースマッシュ2。本作から新たに女子選手が8人追加。グランドスラム目指しスマッシュを決めろ。ここで超豪華プレゼントのお知らせ。12月20日に発売されるジャックンダクスターがいち早くプレイできる体験版を30名の方にプレゼント。宛先は番組の最後で。今週は発売直前大乱闘スマッシュブラザーズデラックス完全ガイド。さらにメタルギアソリッド2最新情報も OK。 限定商品販売中。エンタープレイ。想像力使ってますか？ 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト RPG スクール5、プレイステーション2で登場。今週は発売直前大乱闘スマッシュブラザーズデラックス完全ガイド。さらにメタルギアソリッド2最新情報も OK。 限定商品販売中。エンタープレイ。想像力使ってますか？ 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト RPG スクール5、プレイステーション2で登場。ファミコンとかの出会いは。で、その前にね、ピュータ掴んだ。ピュータ。ピュータ使った。ピュータの親戚のお兄さんからもらって、おうおうおう、でピュータでずっとこうクイックスみたいなやつとか、ああいうやつ、あと麻雀ゲームとか、なんかそんなやつをやってて、で中学生ぐらいに入ったからかな、やっぱスーパーマリオが出たぐらいからファミコン。びっくりしたんだよ。それまではこうその家庭用のゲーム機っていうのはゲームセンターにあるゲームの同じ名前のソフトだけど。うん、もう同じものじゃないもんね、うん、仕方ないからこれっていう感じのやつでも喜んでたのが、そのマリオからは同じじゃんっていう。100円入れなくていいのっていう。そうですよね。その逆すら駄菓子屋のおばちゃんが100円取ってスーパーファミコンやらしたり、うん、ファミコンやらしたりしてたぐらい、うん、ピュータとファミコンってもう全然違うもんね。全然違う全然違う。他の本当にゲーム機がなくなるぐらいの勢いでファミコン出てきた、うん、すごい。いやマリオはびっくりしたな、うん、もう俺はこれで親の金を取らなくていいっていう感じだった。全く同じこと思った思った一緒に、うん、ところがカセットを買うために大規模なお金を取るようになっていくっていう、うん、まあね、そうね、そうね、うん、まさか、まさかそういう風に、うん、積み立てていく感じになってくるんだよね。そうなんだよね、うん、一括で取るようになったね。そうそうそう。毎日そのお釣りの100円ごまかしてたのがやっぱり月1で1000円ごまかすようになった。ドーンいく感じになるよね。とにかく出るゲーム出るゲームみんなやったよね。やったやった。面白いか面白くないかとかそういうの問題じゃなくて、もう興味本位ですね。新しいソフトイコール新しいって感じだったから、うん、くるくるランドだって面白かったもんね。今やると当然そんなには面白くないんだけど、エキサイトバイクとかもなんかエキサイト、ま、でもエキサイトバイクはいい方だ。いい方だよね。あれはゲーム性高い。でもこうグラフィックとか見ると、うん、なんだこれっていうようなゲーム。あるある。 CD ロムに入れようと思ったら800本ぐらい入るらしいから、うん、あの1枚の CD ロムにあのゲームって800とか1000とか全然入るらしいよ、うん、それぐらい逆に言えば1目がないってことじゃん。それでそうだよね、うん、あでも当時
あのカセットで、うん、2メガカセットっていうのですっごいなんだっけ2メガ頑張れゴエモン頑張れゴエモン頑張れゴエモンの角に2メガなって書いてあって、そんな何を申されることがっていう俺たち、まあ、今 CD ロムは640メガで、ドリキャスのやつはドリキャスのやつが、ギガディスクとか言ってて1000メガで、さらに今の DVD っていうやつが4800メガ、うん、で俺たちは2メガの時に、うん、マジかよやべえ国家予算レベルっていうので原始人だから俺たち、うん、うがうがだからうがうがってなってた。変わりましたね時代って。でもその代わりなんか強引なアイデアのゲームとか多かったもん。多かった。あれ覚えてんの、シャーロック・ホームズのゲームで。シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件じゃない、それからそれから聞き込みに行く時に相手ぶん殴るでしょ、シャーロック・ホームズが敵を殴って倒すとあの点が入るから解決に近づくっていう、はい、ロって向こうから歩いてくるなんか白いドレス風の着たやつとかモヒモヒモヒとかってボコ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 って、まあ、基本的にはぶん殴っ て, 殴っ て, ってあのなんか敵っていうか容疑者を倒していくと勝ちみたいな、うん、今日のテーマははい、そろそろ年末なんで、はい、こんなソフトが出ますということでね、ちょっと眺めてみたいんですけど、年内に発売する期待のソフトラインナップ、また予想やりますか、やってみましょうか。あの一応我々予想が多く当たった方が勝ちで負けた方が死ぬっていうであの方式しますか、一応本命対抗大穴、ね、今年結構鉄板なんでね、割と同じになっちゃうんじゃないかって気もしますけども、鉄板踊る鉄板それはまあ、分かりました、はい、じゃあ早速でちょっと話しながら予想に行ってみましょう、はいはい、個人的には、うん、ゲームキューブのソフト待ってますんで、うん、大乱闘スマッシュブラザーズテラックス、はいはい、あと動物の森プラスね、うん、動物の森プラスはもうこんな早く出るんだ、もう出ますよ12月の14日、はい、クラッシュバンディクーはいつの間にコナミから出るこれはあのユニバーサルスタジオってどこで作ってたんで、別にこのアメリカのゲームなんですよね、アメリカゲーム、あれ提携関係が変わったの、これみたいな、クラッシュバンディクーとかそうそう、ダンス作ったりとかね、一生懸命やったじゃないですか、ね、CM それで割とメジャーになったじゃないですか、はい、なりました、なりました、フリーエージェント宣言みたいですね、ジャック&ダックスター、世界の遺産はこれ、ね、バンジョン&カズーイみたいなですか、なんかそんな風なゲームなんですけど、これがね面白くてね、クラッシュバンディクを作ってたスタッフが作ってるんですよ、ゲーム業界そういうのすごいんですよすごいことになってますね、フリーエージェント宣言しすぎですよねなんかねしかもこれ2つね同じ日に発売なんですよ、結構気になりますよ、ジャンルも似てるんで、なるほど、マキシモ、マキシモ、魔界村なんですよ、ああじゃあ一発殴られただけでムスパラカになったりするわけね、一発殴られるとパンツダメです、おお、あ本当の魔界村なんですね、魔界村ですよ、へえ、はい、実際的にこれもいいんじゃないですか、ガンダム、うん、ガンダムはねもうゲーム難しい、あと俺の知らないやつが出てくることが多いんで、ああファーストじゃなくなるとね、うん、お前誰みたいなやつがいっぱい出てくるでしょ、ガンダムは、これでもファーストなんですよ、あファーストガンダム系、ファーストでね、うん、じゃあその中いきますよ、本命対抗大穴、はい、はい、予想してみよう、やんないと、あそうなんですかすいません、残念ながら今週はここまで、命を懸けた大予想は次週発表、最近ゲームどうなんかこう変わったなとか思うんだ、美少女系のそういう恋だなんだっていうのがすごい増えたよね、増えたね、こうなんかその恋愛シミュレーションっていうの、最初は多分、うん、こんな数値にできないものをゲームにするっていう、うん、そのスピリットは俺正しいと思うし面白いんだけど、うんうん、その後マジでしょ、ちょっとみんなマジだもん、最初は恋愛なんてああいうシミュレーションできないものを無理にゲームにしてるから面白いでしょ、うん、っていうことで、うん、ときめもとか偉いなと思ったし、あの、うん、こんなことゲームでやろうとする人いるんだと思ったけど、うん、今マジでシミュレーション、うん、作ってるもん、作ってる、ブス出なすぎだもんね、恋愛シミュレーションのゲームね、ブス出なすぎ、出なすぎ、あのちゃんとブス出さないと、うん、面白くないでしょ、うん、でいてほらブスと恋愛するのもいいんですよ、うん、多分ねちゃんとした方がいい、ね、いいんですよ、もっとね、そうそうそう、器量とかねその数値で出さないと出さないと、出さないと、うん、選択肢ないもんだって、そうだったらもう可愛くなくちゃいけないみたいだからね、そうそうそう、僕ブスと恋愛したらそれこそ、ね、じゃあ将来的に食堂やろうと思ってるからじゃあこいつかなみたいなさあるじゃない、ちゃんと出さんでも恋愛をしなきゃいけないから、ね、今度一緒に恋愛シミュレーション作ろうよ、やります、やりましょうよ、うん、ときめかない目もの方、ときめかない、あとね、うん、
ゲーム系のやつね。男子校なの？男子校。男子校なの？男子校で一人すっごいときめいてるやつ。ときめいてるやつ。どうする？番長言っとくみたいなさ。普通の恋愛シミュレーションゲームだと、うん、女の子がその帰ろうかって言ったら、あ、これ俺のこと好きなんじゃんっていうことだけど、うん、男の先輩が、おい田中、一緒に帰ろうか、うん、って言われた時は、うん、どっちだろう？すごい難しいじゃん。好きなのかな？腹減ってんのかな？とかあるわけでしょ。これでその時にこういろいろこう話してる時も部活の話とか出てくる中で告白選ぶの勇気いるでしょ。いるよね。失敗した時は普通だったら振られただけだけど、それ以外の評判とかも立つわけでしょ。立つよ。なんだお前みたいな。学校中にもう知れ渡るからね。難易度はすごい上がるよね、うん、警備のおじさん落とすこともできたりとかできるし、 PTA 会長とか会長もいけるね。校長も一回いけるからね。うまいやつは校長。校長いけるからね。校長がしおりちゃんだよね。だからね、要するにそう校長メインじゃねえかよ。メインじゃねえだろ。最終的に最初の目標が校長落とすとこじゃなくて校長もう落とせるだろ普通。校長もう落とすはおかしいだろ。メインストーリーだもんそれじゃ。メインストーリーが校長落としに行くのはおかしいじゃん。なんか本気でのた打ち回ってたからね。風って投げたもんね。じゃあ一番投げてたでしょ。一番投げてたでしょう。何かな。任天堂オールスターがゲームキューブで大乱闘。新しい技、新しいキャラクター、新しいアイテム、逆転に次ぐ大逆転。バトルの数だけドラマがある。任天堂ゲームキューブ大乱闘スマッシュブラザーズデラックス。ゲームキューブファミ通。今週は発売直前大乱闘スマッシュブラザーズデラックス完全ガイド。さらにメタルギアソリッド2最新情報も OK。 限定商品販売中。ヘッドグレイ、想像力使ってますか？3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト RPG スクール5、プレイステーション2で登場。この番組はエンタープレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今夜もファミ通より攻略本玉眉物語2滅びの虫公式ガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ。こちら、また